突然でですすががだらっとと書くく雑談チャンネルのおお時間です本日も何かしながらお聞きくださいまずはですね、榊原社長がツイッターで、マイアミからタンパへの移動は、メイウェザーが用意してくれたプライベートジェットで向かいます。やっぱり楽チンですとしまして、画像はですね、機内で足を伸ばしてくつろぐ榊原社長とか、007とかですね、アメリカのそういう映画でしか見ないぐらいな、 まあセレブレティなね画像だったんですがメイウェザー選手とここまで密でやり取りしてるとなるとですね関係になったということはやっぱ日本に来るっていうことはまあほぼほぼ決まりでそうなるとやっぱねビッグイベントまあ東京ドームですからねここでやるのかなとえ合わせてるのかなというふうにも思いますねそしてタンパは今回の出張のハイライトとなるある選手との交渉のためということでタンパはねフロリダの都市ですが そしたらですねジャン・斉藤さんが「タンパってことはレッスルマニアか?」っていうふうにつぶやいたんですね。まあ、レッスルマニアはねもちろんあの WWE の興行のことなんですが4月11日にね、まあ、放送がありまして、まあ、つまりその後のレッスルマニア終わりの選手を狙って交渉しに行くのかなっていう話だと思うんですがまずねそれ聞いて一番に私が思ったのは方法 ロンダ・ラウジー VS 浜崎選手かと思ったんですがロンダ・ラウジー選手もねもう2年ぐらい試合してませんし、まあ、それはちょっとなかなか考えにくいのかなとあとはだから、まあ、MMA 選手を、ね、当てるって言ってましたがスザリオ選手用に、うん、やっぱ、えー、強い選手をあのさ選手の、ね、相手を探しに行ったのかなというのも思ったんですがでもアリスタオーフレム選手とかってやっぱ、ね、皆さん言いますがそれだったらね 多分今あ今、次の去就が決まってないんで、オランダにいると思うんですね。はい、なので、ちょっとあれだし、その対戦カードも見てみたんですが、今回のレッスルマニアの、ちょっとね、日本人に刺さるような、ね、選手はいないのかなというふうに思いましたので、まあ、たまたまね、タンパに住んでる、えー、他のね、MMA ファイターっていうこともね、十分考えられますし、でもね、この後ラスベガスに榊原社長が移ったんですが、えー、実にね、このタンパは実り多きい旅だった。 で近々、ね、重大発表というか、ね、いい発表ができると思いますので、まあ、期待してお待ちくださいというよう,、ね、いう,ようなツイートをしてたんで、まあ、それを待ちましょうということなんですがでも、日本に来たら隔離期間もありますので、まあ、とりあえず、ね、2週間はえっとそういう会見ないのかなというふうには思いますがもちろん、ね、榊原社長抜きでっていう話はまあ考えにくいかな、でもそれは。 はいそして、こちらは、ね、笹原さんなんですが、私はねもしかしたら笹原さんからの隠れメッセージをね受け取ってしまったかもしれません、解読してしまったかもしれませんということで、これはですね今からあるね単語がキーワードとなってくるんですが、その,その単語をちょっとねもともと知ってる人、知らない人はねちょっと判断しにくいと思いますんで、言葉のニュアンスが難しいところなので、ちょっともともと知ってる人たちだけでねちょっと判断していただきたいんですが、えこちらもねツイッターで、 選手のジムオープンにお邪魔しましまた格闘技界一のサーファーと呼ばれるコウジ選手らしく、ジムにサーフボードが飾られていましたということで、まあ、新ジムオープンして、あのサーフボードってでっかいですよね。で、あれをまあインテリア、オブジェっていうんですかね、そして壁のところにね、かけてあるっていうのかな、あの吊るしてあるっていうか、結構高いところにっていうね、ジムの内装になってるわけなんですよ。はい、そしてですね、そのハッシュタグなんですよ、Twitter なんで。 でそのハッシュタグが一つだけついてるんですね。複数つけれるの。一つだけ。それがどういう風についてるかと言いますと、もう一回ねその前にあのツイートの部分おさらいしますね。コウジ選手のジムオープンにお邪魔しました。格闘技界1のサーファーと呼ばれるコウジ選手らしく、ジムにサーフボードが飾られていました。で、いきましょう。で、ハッシュタグ岡サーファーということなので、これは笹原さん。 コージ選手いじってるんじゃないかな説もねちょっと出てきましてえなんでねさっきこの言葉を知ってる人たちだけっていう風にね表現を使わせてもらったかと言いますとこれ多分ねその年代によっても受け取り方が違くて私の年代だと丘サーファーっていうのはサーフィンをしてないのにその街中でサーファーみたいな格好肌を焼いてサングラスして、まあ、アロハシャツ着たりしてチャラチャラしてるやつっていう意味合いが含まれてたんですねはいなので私の世代ではえー、あの いじりにね、該当するんじゃないかなっていう風に思いますし、今の聞いて若い人で初めて聞いた言葉で、いや別にそれ普通じゃんって思う人もいるかもしれないので、まあ当時からね、知ってる人という風にね、くくりをつけさせてもらいましたし、笹原さんの年代だとこういう意味合いで使ってないのかもしれませんが、笹原さんの過去のツイート見たんですが、一個もね、ないんですね。一個もじゃない。ほとんどないんですね。ハッシュタグつけてるのが。で、ここへ来て一個だけね、えっ、ー、と、お邪魔しました。格闘以外、一のサーファーと呼ばれるコウ選手らしく、サーファーと呼ばれるのに、ハッシュタグ、岡サーファーって 欲しいいじゃないですか絶対サーフィンやってないぜっていう意味だと思うんでこれは、まあ、どうなのかなというところをですねちょっと、えー、判断つけてほしいと私のねこの YouTube スタジオっていうアプリがあってでそこで見るとあの何歳から何歳ぐらいの方がね一番視聴してくれてるかっていうのが分かるんですが35歳から55歳ぐらいの方がこう頂点となってますんで、まあ、結構この言葉をね知ってる方もたくさんおられるんじゃないかなというふうには、えー、想像していますが。 はいそして、ですねこれ本当にあのめちゃんこ悲しいニュースなんですが古瀬瑞希選手、え今月の、あすいません、こちらもツイッターですね、今月の生活費10万円を全額、明日の競馬にぶち込んで倍にしたいっていう、えー、ツイートがあったんですね。で、どういう馬に入れるんですかっていうね、コメントに対して、桜花賞の11レース、よかよかっていうね、えー 12番だ11レースの12番の馬らしいんですが、よかよかって馬がいるらしくて、ですね、まあ、名前で決めてるらしいんですが、そこに副賞で10万円。で副賞っていうのは3着以内に入ればいいので、うん、まあまあね、当たり確率は高いですよね。倍率はねもちろん低、オッズは低くなるとは思うんですが、そこにまあただただ名前で決めてる選手に行こうかなということで、結果どうなったかと言いますと、これが土曜の、ね、つぶやきで、まあ、日曜日でも結果出てますんで、まあ、最初にね、私、 あの悲しいニュースってもう言っちゃいましたんでね。はい。馬券に絡んでないということで、えっ、ー、と、古瀬選手もですね、10万円溶けましたというね、その後ツイートをしておりました。悲しい時ですね、これは。 ちなみにですね、海外のブックメーカーで、雷神自体にね、賭けができるものがあるかっていうのを調べたことあるんですが、まあ、ありました。で、あったんですが、えっとね、結構難しくて当てるのが、まず勝ち負けを当てなきゃいけない。これは当然ですよね。勝ち負け当てるだけなら簡単じゃんと思うかもしれませんが、あとね、オッズが1.5倍以上のものにしか賭けてはいけないと、まあ、賭けらんないってことですね。まあ、なので、今回だと一番オッズが低いのはバンタム級グランプリだと、多分、朝倉海選手と渡辺周東選手のところに偏ると思うんですが、でもしかしたらね、朝倉海選手の オッズがね1.3倍とかだったらそこにはかけれることができないとそして1.5倍以上のところで、まあ、さらにですねあの私が見たサイトだと、まあ、判定かそれ以外かっていうところも当てなきゃいけないみたいでここでね一気に難易度が上がると思うんですね。浜浜崎香手手と、えー、朝倉環奈選手をやりましたが浜崎 選手が勝つっていうね予想してた人多いと思うんですが結果はね判定だったんでその前にね慶応判定以外っていう風にやってしまうとこれはもう賭けに負けということになってしまうので、まあ、勝敗はね結構当てれる人多いと思うんですが判定かそれ以外か k o 1本などってなるとなかなかに当たりにくいギャンブルなんじゃないかなっていう風にねこっちも思いましたが。はい そしてですね、こちらもね、悲しいニュースです。はい、悲しいニュースがね、続きますね。大井久保博正選手、私もね、大好きな、がですね、動画上げたんですが、ドッキリ動画上げたんですがね、それを消すというね、事態が起きました。はい、一回上げて、一回消して、その後ね、どっか修正したらしくて、で、再アップしたんですが、それもね、消したということで、消されましたね。えっ、ー、とね、 ドッキリだったんですが、同じね、パラエストラ千葉ネットワークのね、松丸いぶき選手ですね。松丸いぶき、神のいぶきでね、おなじみの松丸いぶき選手に対して、まあ、遅れてきたんで、スタッフの人が、じゃあ、小木ちゃんにタメ口ドッキリやりましょうということで、で、小木ちゃんの方にはでもそれ伝えてあって、そのタメ口が気に入らねっていうことで、切れる逆ドッキリだったんですが、まあ、松丸選手ってもともとすごいいい人そうじゃないですか、性格がにじみ出てるというか、オーラとかにね。に対して、小木ちゃんもね、演技がいい。 あの思いのほかうますぎてでしかもなんか本人からすると大仁田淳をこうイメージしてやったらしいんですが松丸選手が椅子に座ってるところを思いっきりガーンって蹴っててめえなめてんのかってやるところがですねまあ結構普通に怖くてでもまあそのあれですよ動画が炎上したとかはまあ全然なくてですね大久保選手のファンも多いですし全然低評価もついてなかったんですがえっとね あれは俺後から見てすごいね自分でも気分が悪くなったのでうん反省してるみたいな感じでああいうね動画はもう二度と上げませんというふうにおっしゃってたので私もねそのドッキリ見てコメントに。 悲しい動画、てんてんてんってついてて、私も同じ感想だったので、で、そこで、だから大井久保選手、実はこういう人なんだ、嫌だなって思う人もね、もしかしたら少なかわらずいるかもしれませんが、今言ったようにね、その後ね、自分でその動画見て、すごいね、反省してましたので、そんなことないので、いつものね、明るいおぎちゃんが本当ですので、えー、そういう方はね、また戻ってですね、次に上がってる、ドリアン・サイダー、一気飲みっていうね、めっちゃくちゃ面白い藤田ブロディさんがね、最後、ものまねしまくるっていう、あの鋼の心でね <laughs>、これ爆笑できますんで、そちらの動画の方をぜひぜひどう とちなみにねそのドリアンサイダーっていうのをみんなくっさくっさとか言いながら飲んでるんですがで一番最初に「月報した人が負け」っていうあれなんですがそれであのねそんなみんなが臭い臭い言ってんのにこれ僕鋼鉄選手のなさんか僕加僕て鉄さんの一番好きな一番ではないかもしれないけどまあ好きな飲み物らしいですこれは自分がね好きであそこまでくさくさって言われたらちょっと嫌だかなというふうに思いましたがはいそして石渡選手がですね バンタム級グランプリでねどうやって風に決勝まで行くかっていうので、まあ、1回戦楽に書いてる相手をね弱い順にそのリストは絶対出さないって言ってましたが、まあ、リスト作ってたらしくてですねで結局来たのが。 もちろんね、皆さんご存知だと思いますが、井上直樹選手だったということで、そのリストでは一番最後に名前を書いたらしいです。なので、まあ一番今回出てる中で強い選手というふうに、まあ踏んでたみたいで、まあ前も言ってましたもんね、一番強いの来ちゃったって言ってたんで、まあ朝倉海選手というふうに予想してなかったんだなというふうなことがね、こっから伝わってきましたね。はい。 そしてまあ若いのと正面切っても勝てないのでまあ、作戦はあるというふうに、ね、言ってました。これはねベテランになってくるとね野球とかでもそうなんですがストレートが打てないんですよ年取ってくると早いストレートが。でその代わりにね変化球とかにはね老化になってくるんで合わすことができるので、まあ、ガンガン来られると多分ちょっと分が悪いというふうに、ね、考えてるってことなんでしょうね。 はいそして石渡選手の YouTube、面白いですね。今回もあの人気シリーズと言っていいんじゃないでしょうか、早くも第2回目、ら選手ですねの腹筋がすごすぎて、どんなパンチも全く効かないっていうやつで、まあ見てない人もいると思いますので、ぜひ見ていただきたいので、結果を、ね、言わないんですが、ストラッツー選手とか、長谷健選手もぶん殴ると、でそこにですねはい平本蓮選手も登場しまして、かなりねレアリティありますよね。で、平本蓮選手はまあ、お得意のね打撃なんで、キックでね効かそうっていう話だったんですが、キックする瞬間に、 けど他の選手でやるとこういう結果になりますっていうところで場面が変わりまして石渡選手がねまず受けてみようっていう画面に切り替わるんですねそしたら平本蓮くんが三日月蹴りみたいの思いっきりみぞおちに当てて <laughs> もう悶絶する石渡選手っていうねはいでこれで今日1一日終わったって言ってましたもんねもうこれで何もできねえって言ってましてよくあるねニートとかの,あのよく言われてる一日一旦たはい今日履歴書だけ書いて申し込むのは次にしようとか 今日は買い物行ったから充実感あるからもうやんなくていいみたいな感じのまさかのね一日一旦性をですね石渡選手も持っているということをね披露しましてでもこの場合は本当に多分痛くてできないっていう意味だと思いますが。 はい、なので、この、ね、動画が面白かったので、今週の、ね、格闘家 YouTube の配信の中では、ですね MVP ということで、え週刊だらかく賞を、ね、ちょっとあの上げたいかなというふうに、ね、思いました。大木久保選手のさっき言った、ね、ドリアン・サイダーの動画も良かったんですが、今回は、はい、石渡選手ということで、おめでとうございます。これを、ね、そのうちあの権威ある賞にしていきたいと思っておりますので。 はい権威ある賞にねしていきたいと言ったんですが上田隆夫さんがですね、えー、これも言ってたんですがツイートしてたんですがみんなどんぐらい儲かってると思ってる YouTube みたいな1本あんな頑張っても数百円ぐらいしか入ってきてないぜということでだから最近ね上げる人たちもどんどん少なくなってきてるじゃんみたいなね、えー、ツイートしてましたねうんはいなのでこの賞もね第1回で終わってしまうという可能性もありますが 長谷健さんの名前が出たので、あれですが、倉本選手とはですね大学の同級生だったらしいです、山梨学院大学ですね。で、まあ、部活は違うというふうに言ってましたね。はい、そしてですねこちらもねジャン・斉藤さんのツイッターで、これ、数日前のものになってしまうんですが、えーとまあ、ピット・ブル選手が。 最低でもワンマッチ4、5千万は思想これね別に内部を知ってて確実に言ってるわけではないと思うんですが45000万円はしそうなのでフェザー級グランプリで決勝まで進んだらライジンが潰れてしまうかもっていうね、えー、ツイートしたんですがそうなるとね当然じゃあメイウェザーに10億円払ってるんだからこういう金の使い方した方がいいんじゃないのっていうね、まあ、コメントがついたんですが、まあ、それに対してはですねメイウェザー選手の10億円はスポンサー関係だと思うんですが多分ねこっちは元が取れてるらしいんです。 はいなるほどと思いましたね、だから那須川天心選手とかね、10億円払うんだったらとかってあったんですが、あれはもう他のスポンサーのところで名前がビッグネームすぎるっていうことで、元が取れてて、でメイウェザー選手はね、あのピット・ブル選手は強いけど、そこまであの知名度がないっていうことで、そうなると4、5000万円でもきついっていうのが、まあ、実は内情らしいですね、なるほど、なるほどというふうに、まあ、あの内部にね、まあ、詳しいと思うんでね、ジャン・斉藤さんも、これが正解なのかなというふうに思いました。 はいそして本日のラストニュースはですね田中恒成チャンピオンですがはですね「R‐ 性‐恒成‐田中恒成」っていうのはですね今まで2万回ぐらい言われてきたそうなんでもしね実際に会う機会があったとしてもですね本人の前では絶対言わないようにしましょうということですねはいこんな感じで普段やらせていただいておりますのでちょっとでもねいいなと思うところがあった人はですね高評価してチャンネル登録をしてですね通知をポチッとオンにしてまた聞いてね